どうも、今日はこのコースやっていきたいと思います。これはね、ゆうとさんのトロールコースなんですよ。いや、別にテンションが低いわけじゃないんですよ。ただゆうとさんとの DM のやり取りの中で長編トロールですよと、そうきました。だから僕、3週間前にもらっていたにもかかわらずずっと怖くてやれなかったんですよ。だってさ、ゆうとさんのコースめちゃくちゃなんだもん。僕が長編トロールなんて実況してたらどうなると思う？そう、喉が終わるんですよ。これあと大事な用事があるのにさ、それでもこんな鬼畜なコースをやっていく僕を評価してほしい。もう黙っとけ。はい、どうもピヨキンコです。今日はトロールコースと一発割りをやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールトゥーユークルール CP1 ルカムっていう風に読むのかな。君が最も恐れる未来はいつも君が勝利を確信した時にやってくる、バイユーと。で、書いてるんだけど、このコースは動画の冒頭でも言った通りバグありきの長編トロールコースなんだよね。しかもあのユートさんが作ってくれてるというとんでもないコースに仕上がってると思うよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そういや、みんなもう夏休みでしょ。学生のみんなは今のうち楽しんでおくがいいさ。夏休みを学生だけなんだからね。大人になるとそんなになんだからな。いきなりテンションおかしいって。さあ、スパイクって書いてるけど、これは右なんかあるのかな。隠しブロックで一気アップくれたね、ありがとう。じゃあ下に降りていこうか。そして50コインがあるけど、なんか生まれてきたな。開幕スパイク。ちょっと僕も夏休みしたいからさ、ゆうとさんと夏休みしてきていいかな。ゆうと、夏休みなんする？外めっちゃ暑いばい。え、騙しコース作んの？あ、いいじゃんいいじゃん。じゃあ僕もお前んち行っていいかな。明日行くわ。ゆうと、バレが邪魔だ。お前んち行けないよ。くそ、この丸、早くゆうと消してくれ。一旦戻るしかねえのか。戻ってもどうせやられるだけなんだろう。助けてー。ピンポーン。ゆうた、早く出てくれって。外暑いんだからさ。てか、お前んちの母ちゃんめっちゃ綺麗じゃない。うちんちのお母なんて屁こきながら今寝てるぐらいだよ。羨ましいぜ。あんな人が三者面談のガキださ、めちゃめちゃ自慢するのにね。キノコ様。うわ、久しぶりにお前んち来た。部屋の雰囲気変わったね。あ、馬娘のフィギュアがある。お前馬娘好きなんだ。いや、いいって、恥ずかしがんなくって。僕も好きだからさ、誰もわかんないけど。え、めっちゃ可愛いよね。じゃあどんなギミック作ろうか。あれ作んない、あれ、最後にクッパがドーンって落ちてくるやつ。もうそんな子供すぎたとか言うなって。あー、ダメダメ、言うとそんなに隠し物って作んなって。またクソ子とか言われちゃうじゃん。スタートからやり直せ。じゃあスタートから右を進歩します。ゆうとさんとの夏休みはもう終わりだね。なんかギミックの価値観っていうのかな、それが全く合わなくて絶好とか言われちゃったんだよね。で、こっちで合ってる、落ちるだけじゃないの。またゆうとー。もういいやろ、もうちゃんと実況していこう。初見さんの方にマジで申し訳ない。何言ってんだこいつって思われちゃう。で、今オフが変わったな。だからこっから入り直さなくていいんじゃない、土管に。そしてこの先進んでいけば大丈夫。何こいつ、全くいけねえんだけど。クパクラなら次は上から行けばよかったのか。上に行ったらこっちの道が開ける。そしてこのキノコは右に出てくるんでの次は左じゃないと思うよ。あ、上まで来ないのか。じゃあこれどうやって開ける。あー、開けてくれんのね、ありがとう。そしてこの先進んでいこうか。ちょ、ジャムさんだって、お前さ。いや、一旦上に行って画面外にいて消そうか、あの風を。そして、あ、確かに。この音符を踏むじゃん。そしたらね、下にいる風がこっちに来るような気がするんだよね。だから踏まなかったら土管に入れるみたいな。オッケーオッケー。多分これでね、右側に進めると思うんだよね。で、音符ブロック何もないのか。何もないね。で、この下はハテナブロックを叩けってこと。うわ、どうしよう。いや、絶対何か来るよ。ここに隠しブロックがありますよみたいな。いや、一回叩いておこうか。何が来る、何かしてくることは分かってんだ。上に逃げておこうか。一瞬足バカめ。二段構えとか上手すぎだろ。こんなん誰も想像できねえって。じゃあここでしゃがんでおいてかわせばいいんじゃない。そして石エイジがバックを倒してくれた。で、パンを発動しろって書いてるけど、あ、上にあるな。この石エイジ発動してくれ、頼む。ちょっと待って、動け動け、やめろ。ではどのタイミングでジャンプをすればいいんだい。ドッスンがパンを叩いた瞬間かい。このタイミングだ。適当にもやってみるか。なかなかいい仕事をするんじゃないか、マリー。今日も輝いてるぜ。かっこいい。僕の声もかっこいいだろ。過去これまでにない一番いい声を出してるつもりさ。黙れ、キモい系 YouTuber よ。これは中間ポイントそらして。なんか中間ポイントめっちゃ優しく取らせてくれたね。そして次は、うわ、どうした、めっちゃやめた。
球の動き。え、誰かサッカーしてんの。おもろ。え、ずっと見ていたいな。どうなるんだろう、なんかバネがどんどん増えてきてるね。いや、しかも頭の上に乗せちゃってこれまでにないか、それやった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 ね。もう何で言ってるか分かんないけど、さあこのまま進んでいこうか。魚あぶね、今絶対引っかかったと思った。ナイス。なんだ、何が来る。いや、このドス面白いね。ずっと見ていられる。あの洗濯機ぐるぐる回ってるのずっと見てられる人いない。もうそれと同じ感覚だね、僕今。さっきと違うやんか。いや、さすがユウトさんのコースだね。めちゃめちゃ面白いよ。で、さっきと違うやんかってよく言ってると思うんだけど、僕初めて言ったのがユウトさんのコースをやってからとか、そんなんじゃなかったっけ。そうだったらめちゃめちゃすごい人だと思うんだけど。さあ、ここは左で。ダブルジャッカだ。ここに来るまでグリーンだから300ミリリッターも飲んでしまったぜ。夏だから死にそうだぜ。上は何もなさそうだぜ。じゃあ右にジャンプしていくぜ。そうしてこの下には何があるんだい。急に足場がないとかそういうことはないよな。グリーンが待ってる。同じグリーン同士仲良くしようぜ。敵を急に出してくるとかやめてくれよな。ダメクセジンガー。バグりすぎでしょこのコース。え、ガモンもブロックをすり抜けんの。いや面白いこれ。いや本当に作り方教えてほしいのたくさんあるな。で、パーティーパーティー、あ、なるほどね、ここでパーティーをたくはだ。じゃあ一旦パックを出しておいて左に行ってみようか。あ、やっぱりパックを出すなってことなんだ。ここはボーナスステージと見せかけて罠だったんだね。うわ、2分の1じゃねえか。完全によく見よう。今まで2分の1外しまくってるからね。左はハリーがあって右、あ、分かっちゃったよ。助けんだから僕は。右さ、針の裏バーがあるよ。だからそれによって当たらないみたいだ。なぜか教えろ。なら僕は左に行ってみます。これによってすり抜けれるんだね。いや、てっきりさ、バーがあるから絶対当たらないと思ってた、あの右側。なんでさ、左バーもないのに当たらないんだろう。じゃあここは先に進んでいこうか。そして上には隠しブロックがある。これチビになっていけってことかな。いや、でもそうしたらブロックは壊せないと思う。動けねえ。え、ちょ、これどうすればいいの。え、誰か来る。あー、いや、めっちゃ珍しいもん見れたね。ここで僕何もしなかったんだよ。それなのにマリオが動きまくるっていうね。これだからユウトさんのコースやめらんねえな。そして次はボムヘイ、普通に踏んでいいのかい。左は何もない。じゃあ踏んで右押しパーン。ツイッチョーで実況してるけど何か。左押しパして踏もうか。そしてこの場所で右、そしてすぐドアにドド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 ドンパのドドンパ。くっそくだ。もう見るのもやめてくれ。今日みたいな惨めな僕をもっと見て。今ので笑ったやついないだろうな。ここは高貴なチャンネルなんだ。今のなんかで笑うような人間になってくれるなよ。さあ次の場所は何が来るんだい。ピック選べ。3分の1じゃないか。あー、なるほどね、考えさせてくれる時間をくれないと。ならば一番左だ。2分の1外しまくるけど、ここでどうだい。塩やじとマリーの虫取りデート。これさ、今思ったんだけど、3分の1と見せかけて3分の0なんじゃない。だから選んだ場所にドッスンが来るみたいだ。やっぱそうだよな。なんか下にオンオフが変わった瞬間なんか怪しいと思ってたもん。さあ土管に行こうか。これ戻ってる、もしかして。なんかさっき来たよ。あ、やっぱそうだよな。で、次は上の土管に行けばいいのか。で、そろそろマジで中間ポイントあってくれてもいいと思うんだけど。で、上のドア、え、右。なるほどね、ここのコイン全部取っておかなきゃいけなかったのか。ふざけるな。この場所だね。さっき僕全然コイン取ってなかったんだけど、こんくらい取っておいたらもう大丈夫みたいな。で、またここ戻ってこようか。さあこれで中間ポイントが取れるのか。ゆうたさん、お願い、信じるよ。あ、で、これで一回やられなくちゃいけないのね。よしよしよし、中間に取ったってことはゴールまでそんなに長くないと思うんだ。ちゃちゃっとゴールしようぜマリオ。うん、間違い探しかい。マンダムだけにランダムに選んでいこうじゃないか。一番右が正解だっていうことが分かってる。だってフラワーが違うもんね。しかしこれはトロールコースだ。一番左、そうだろう。え、じゃあどれが正解。いや本当に一番右、真ん中か。くそ。
え、誰が来んのこっち。誰もこ、ザコは引っ込んでろ。いや、やっぱりね、一番右が正解ってことはないと思うんだよな。トロールコースにおいて間違い探しは、むしろ間違い探しじゃないもんな。さあ、ここでクッパクラウンに乗って、左上のオンオフをすればいいのかな。そしてすぐ右に行こうか。ちょっとでかっ面白い。これ何が乗ってんだろう。うわ、乗ってるの見えないね。そしてこのハテナを叩いてみる。ハテナを叩いたらブラックパックンが出てくるとか、そういう。なんだお前。いや、あのクッパクラウンさ、どっから出てきて何が乗ってんだろうな。ちょっと見てみたい気持ちもあるけどさ、このクッパクラウン。いや違うんだって、そういうつもりじゃなかったんだって。こっからどうするかなんだよな。オンオフを変えて左に行けみたいなこと書いてるけど、多分こっちに行けっていうことなんじゃないかな。で、右上に矢印書いてるから、こっちに行けば大丈夫みたいな。でもドッスンが落ちてくるだろう。分かってる。そしてなんか右上のオンオフをしろってこと。ダダダダダダダ。もう全て見切って、ここでロスの一旦落としておく。そしてさらに下に落とせばオンオフは変わってくれると、そういうことなんだ。さあ、おかしいだろこのクッパクラウンさん。え、なん、どんなところから生まれてんの。これ乗れるかな。あ、乗れないんだね。いや、こういうの本当にわかんないよね。どっから生まれてきてんだろうこのリフト。何かしてくるんだろう。いや、してくると見せかけてしてこないパターンもあるからな。一旦乗ってみようか。そしたら、あまり俺を怒らせるなよ、ユウト。俺が本気を出せば、5回、あと10回罠に引っかかるまでにゴールまでたどり着いてみせようじゃないか。で、ここは右押しっぱでいいんじゃない。オッケーオッケー。そしてこの音符に乗ってすぐ左に行く。で、ここなんかあるんじゃない。やっぱりで、分かってんなよ、そんくらい。ねえ、こういう引っかかり方ってあるの。これさ、ガバなんじゃない。絶対そうだ。誰もがこんな引っかかり方をすると思ってなかっただろう、ユートさん。ガバ発見しました。多分ね、この鉄球がパンを叩いてくれると思うんだよな。で、ブラパを倒してくれるみたいな。オッケーオッケー。この前は何なんか意味あんのか。分かった、ブラパ押し出すためのバレか。で、上に行って、何があるんだろう。ハテナは叩いてオンオフが変わるでしょう。で、絶対こっから何か出てくると思うんだよな。叩いた瞬間すぐ左に行けようか。これで大丈夫。どう。上に来ると思ってた。だから僕は左に逃げたんだよ。そんなに引っかからねえよ僕は。え、これは右行ったらダメでしょ絶対に。もう考えるな。考えても無駄なんで左に行こう。そしたら大丈夫だと思う。さあ、このまま進んでいこう。これはカシャンするのかい。したらでもさ、ここ開けれんくなるよな。だからしなくていい。よしよしよし、冴えてる、落ちてる。急に足場が一つになるのはすごいって。こんなん絶対いけるわけねえじゃんか。さあ、ここでブラッパー。なんか浮いてない、あれ。砲台とブラッパーさ、絶対おかしいんだけど。また面白いもん見せてくれちゃって。じゃあ左に行く。これ行っていいと思う。ジャーブ、殺すとかよ。いや、何かしてくるだろうなとは思ってた。でも想像の斜め左上だったね、あいつの動きだけに。じゃあここは一旦右に行って回避で、こっからジャンプして先に進めばいいのか。で、なんか左ランって書いてない。じゃあ左に走ればいいのかな、右に走ればいいのかな。これはトロールだ。左で間違いない。右はフェイクだ。え、何、ここからスピラントロールの開始ですか。右にダッシュしまくるよ。で、なんか止まってない。なんか止まったんだけど。え、みんなも止まったように見えたでしょ。あれ、回線のラグとかじゃないからな。で、これ左、あ、右なんか見て、ゴールがあるじゃねえか。え、これ下行ったら何、ウェイトオンって書いてんのかな。え、待ってってこと、ここで。え、なんか行けるようになってる。ゴールか、本当にゴールさせてくれんのか。頼むよ。なんだよ、恐ろしいぞ。え、これ取れないでいいけど。ダメですね。これもしかしてこっから何か世界線が変わってるとか、そんなことはないかな。いやー、ユウトさん、この長き勝負もそろそろ終わりにしようや。ここで左か、どこで左。おお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 。で、上が開くんだね。右下に行ったらいけないってことは分かった。で、これ本当にゴールさせてくれ。頼む。やったいや、今回のトロールコースマジですごかったね。見たことないバグとかたくさん見れた方もいるんじゃないかな。素晴らしいコースありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースありがとうございました。
噛みすぎだろ。ちょっとやり直すね。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、10秒マリオドントタッチフラワーということで、フラワーの裏に雲があると思うんだけど、タス乗りしてフラワーをかわしていけっていうコースだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.7% ぐらいだった。で、僕マリオメーカー1ほとんど未経験だから、タス乗りできるかもわからないんだよね。まあ、マリオメーカー2と一緒だったらできると思うんだけど。で、時間は10秒しかないのか。じゃあここでタス乗り、あ、やっぱできるね。で、次はあの間のところか。ここだいや違うんだって、待ってやってるからな。ここでタス乗りして、で、こ、いや難しい。ヒップドロップしながらちょっと動いてみようか。だからここで、やった、来た。そしてこっからジャンプしてくるくる。これ届くかな。なんか全然届きそうな予感がしないんだよな。でもタス乗りの簡単なやり方は分かった。真ん中でヒップドロップしてもちょっとケツをずらせば大丈夫だね。で、こっからくるくる、裏回せば。めっちゃ惜しいところまで来てるんだけど、あの最後の1フラワーがあるじゃん、一番右上、あそこがマジで厄介なんだよな。ちょっと勢いつけていってみる。いや勢いつけたらこうなっちゃうよな。1の右上だったらワンチャン勢いがつけれるかもしんないんだよな。だからここでヒップドロップして左に乗るでしょ。で、ここで勢いをつけたまんまくるくる、やったー、頼む、分かってる。さあマグナ、やり方さえ分かればもう簡単だ。いつでもゴールできるさ。こっから右に勢いをつけてくるんくるんからのゴールすればいい。で、残り時間は全然余裕だね。じゃあいや、こういうの初めてしたけどめっちゃ面白いね。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、これはズルができるんじゃないかなと僕は思っているんですよ。こっからさ、ジャンプくるんでゴールできるんじゃねえかなみたいな、なんかいけそうな気しない？いや、これで僕もズル系 YouTuber の仲間入りだね。一回やってみたかったんだよね。だからここでジャンプしてくるんくるん、うわ、これね、ズルじゃないかもしんない。なんかさらに難しくなってるような気がするもん。マリオがどこにいるかわかんないからさ、ちょっとこれやめようかなって思うぐらい難しいね。いや、男に二言はね、やると決めたんだ。だから絶対にここでゴールしてみせるよ。これね、戻ってくるときに勢いがないとダメだと思うんだよな。だからこの辺からちょっと走ってしゃがんでくるんくるんみたいな。シャーみんな、いや、マジでいけたんだけど。いや、ほんと嬉しいね。これが一発マリオズル名人だ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。